こんにちは、塩チャンネルです。14年乗ったステップワゴンのシートがへたり、床にポロポロとウレタンがこぼれてしまいます。反対側も同じでポロポロとしています。助手席側はほとんど使っていないので、まだ弾力がありしっかりしています。シートベルトの位置が違うので左右で若干形状は違うんですが、購入すると高いので運転席側と助手席側のウレタンのみ入れ替えてみることにしました。表面の生地ごとそっくり入れ替えれば楽だったんですが、リクライニングレバーの関係で生地の留め方が若干違うので、中のウレタンのみ交換することにしました。ボルトを4本外せばシートが外れるので、外し方は省略します。はい、外れました。裏側から形状を比べてみましたが、やはり想像していた通り同じ形をしていました。生地の端には樹脂製のフックがついていて引っかかっているだけなので、これをどんどん外していきます。サイドカバーの中側でも止まっているので、両側のカバーを外していきます。チルトレバーは簡単に外れたんですが、リクライニングのレバーがなかなか外れず、割ってしまうと嫌なのでカバーをずらして作業しました。助手席側も同じように外しました。生地をめくってみると、中のウレタンは結構ボロボロになっていました。生地の周りだけでなく、溝の中にも金属製のリングで固定されていました。リングでの固定箇所は片側のシートで16箇所あったので、これを一つ一つプライヤーで開いていきます。このリングを開いていく作業が一番大変でした。
全部外れたので、今度はウレタンを入れ替えて生地を貼っていきます。生地の組み付けが終わったので、外した時と逆の手順でフレームに組み付けていきました。助手席側も同じように組み付けました。作業中薄々感じてはいたんですが、ペンチを握る手がヒリヒリするので手のひらを確認したら皮がズル向けでした。ちなみに私は火星なので、あっちの皮はズル向けではありません。あとは車体に組み付けて完成となります。車内にゴミが散らかっていて見苦しくてすいません。形状の違うウレタンを入れ替えたので、こちら側は生地が張っていて、こちら側は生地が余ってしまっています。でも、へたりがなくなったので、自分では大変満足しています。